アホ店とか。アホ店どういうことや。ジョーラン、ジョーラン売ってる。絶対閉店すると思う。いや、っていうか、その、俺を混ぜて滑るのやめてもらっていい。よろしくお願いします。お願いします。今回も、イレイさんも、マイキさんも来てまーす。ありがとうございます。イエーイ。多分、漫画家はいつも先にキャラクター描いてるんですけど、うん、キャラクター描いて、背景決めて、別のキャラクターたまに描かなきゃいけないですよね。背景に合わせなきゃいけない時もあるから、今日はキャラクターを配置、チャレンジですが、背景が私描けないのであの一応あのマイキーさんに頼んでお願いします。はい、どんな背景でもいい、どんな背景でもいい大好きな背景とかそんなもん木一本描けば終わりじゃない。今はあのマイキーの iPad Pro ですね。で Apple Pencil で描いてます。どういうイメージで描こうと。まあ、普通に商店街で、まあ、キャラクターもバストアップで済むぐらいがいいかなと。 OK。 で、イレイさんはさすがに侍キャラクター描きますか。いや、何を描こうかまだ 何も考えてないですけど、まあなんかその時の思いつきで、うん、そうね、はい、これがその鉛筆に近い保護フィルム、ペーパーライクなやつ。あ、普通のガラスと比べてどう、まあ、紙に近い書き心地ではあるんですけど、うん、なんかそのペン先がでも消費して間も減りやすいですね。あで結構ペーパーライクシート自体もツルツルになっちゃうの早い。あ、そうなんだ。まあでも一回試しに買ってみるかっつって買った感じですね、僕は。僕も結構使うの好きなんで、あ、書き心地が良くなるんで、もう3回ぐらいは貼り替えてます。なるほど。それでも全然使いますね。看板に、うん、その店の名前書いたらアホ店とか。アホ店どういうことや。ジョーラン売ってる。何が売ってるかもわかんない、ね、ジョーラン売ってる。ちなみにどんな冗談を、100円なら値段によるんだ。100円なら布団が吹っ飛んだとかそういうまあまあそういうような、そういう あれはまだ、まあ、200円。あ、マジですか。これ200円レベルはもっともっとくだらない。K? はいでしょ、はい、イレイ K。 はい K。 はい、はい、ケイ、はい、ケイ。ああ、でもそれなんか布団が吹っ飛んだから200円なら今の、ちょっとなんか500円ぐらい取ってもよかった。あ、そう。いや、っていうかその俺を混ぜて滑るのやめてもらっていいですか。もう本当にうんことか、あれで入院が下がるネタが来た。あ、いやいやいや、あの一応紳士なので、まだまだそれの上レベルから下品なところではないので。紳士がアホ店出すかな。冗談言ってる。うん、自分で描いた時にはどの線がどれだったか分かんなくなってきて、ちょっとなんか俺を一緒に滑らせるから。ちょっと気になってるところが、アナログで定規使うときに完璧な角度、このロックになってますよね、うん、パースに乗りすぎないように、うん、あ、まあ、物によってはそう描くときもあるっていうよりは、うん、こういう布はまあもちろん曲線入るし、ランダムだから手でこうやって適当に描いて、うん、はい、これでいいかなと思ったらそれで終わらせるし、うん、あとその古いものとか傷が入ってるような年代物でも形歪んでるだろうなみたいなやつは、うん、わざと定規で、下描きは定規でするけど本番は手で描くっていうのか。お店。じゃあ300円レベル。日本の知ってます、そういう、なんだろう、隣の家に囲いができたってね、へーってやつです。知らない。あ、そのもう今のは多分わかんないでしょうね。ああ。結構わかんない。まあ友達が少ないからかもしれないけど。そっち。あの悲しい理由で行くのやめてもらって。一軒家の家の周りの家を囲うやことを塀って言うじゃないですか。なので隣の家に囲いができたってね、塀って。あー、なるほど。まあ、ある日女の子が朝目覚めるんですよ。あ、パチッと目が覚めて下の階に降りていって、お母さんが
包丁を持ってるんですよ。でそのお母さんに向かって女の子は問いかけるんですよ。ああ今日は何の味噌汁って聞くんですよ。でお母さんは今日麩の味噌汁よっていわゆるお麩っていう材料があるんですよねそれ今日麩の味噌汁よっていうあれ大丈夫かこの話なんか結構そういうなんかシンプルなやつを丁寧に喋ると結構なんかゾクッとします大丈夫かな悪い意味で今までいつもアナログ使って最近デジタルに来てる人がなんかそのまま拡大しないで書くことはほとんどですね。拡大縮小ができるのって結構ずっとアナログやってきた人からするとすごく斬新なんですよ。あ細かいところもある程度拡大して書き込めるじゃんとかなるんですけど、うんうん、ただこれってやりすぎると超ダメで、うん、だよね結構それで余計時間がかかっちゃう人とか、そう、ね、実際の原寸の見えるサイズに戻してみたらなんか俺の今の30分の書き込み意味なくねえかみたいな。そう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 結構ちゃんとマスクを使うんですか。そうですね、この格子の奥にあるとこ書くときとか、こうした方がすごく楽。マスクのレイヤーはありますか。はい、マスクのレイヤーさっき出てきてたんですけど、今はもう洗濯範囲に変更してるので、うん、あここはお店っぽいので。アホ店こだわるな。ジョーラル売ってますよ。今日は半額半額何がジョーラルがさらにくだらない。100円のジョークも50円になるんですか。大丈夫大丈夫、ちゃんとジョーラルの内容はまだ100円の内容クオリティは100円だけど、なるほど、いいお店ですね。値段はいいお店っていうかやっていけてんのかな。絶対閉店すると思う。まあほとんど経費がゼロみたいなもんですからね。うん、いや経費ゼロだけど儲けもゼロで。あでもあのロイヤルティーっていうか安く冗談を売ってるんですけど、うん、その冗談を使って、うん、友達笑わせたら、うん、お金もらわなきゃいけない。それを調べるのにめっちゃ金かかるやん。なるほど。こうもう背景が先にあって後からキャラを書くっていうやり方も僕もたまにやるんですけど、うん、やっぱこう一個申し訳ないなって思いながらやるんですよ。あその自分がキャラ入った部分の背景の絵が消えるじゃないですか。そうそう、あ、ねね、見えなくなっちゃうんで、すごくなんかそこを頑張って描いてる人の絵があったとしたら余計にむしろこ、ね、それに寄せてこっちがキャラ出すぐらいやっちゃいますよ結構。ちょっと本末転倒になっちゃうけど、ね、そうなんですよね。例えばこの看板とか、うん、このせっかく描いたのにここむっちゃ緻密に描いたのにここにキャラボーンってなんとなくそこに書く気がする。おいってなる。保護シートを完璧に貼ったね。どこの師匠のコメントや。1ミリのズレもなく完璧に貼ったね。私あの個人チャンネルで3番目一番流行ってる動画は保護シートの貼り方。へー確かに綺麗に貼りたい人は気になるよね。いやでもまあ保護シート綺麗に貼らないと気持ち悪いじゃない。そうね、うん、これでもでも多分若干ずれてるかもしれない。いや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 、よくやったすげえマスターみたいな言葉。わしもようやったんだ俺だぞ。何だっけ、アホややったっけ。アホ店、アホ店ジョーラル売ってます。アホや、アホやできました、ありがとうございます。線画だけね。じゃあこれはまあ何か料理売ってる、まあ多分お団子屋的なやつだと思うんですけど、いやアホやみたいな、アホやって書いちゃった本当はまあ黒いの置いたりとかいろいろするんですけど、とりあえず線画だけ。ありがとうございます。よし、じゃあ交代。マイキーさんが描いてくれた背景をキャラクター入れます。こう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 。重くそアホや、本当に隠れてる袋、もう完全に袋でごめんなさい、イレイさん、これよりいい絵描くのはありえないでしょ。ちょっとやっぱハードル上がってる、ハードルがどっちかっていうとお前こんなにいい加減な店やってんじゃねえぞっていう取り締まりに来てる感じどうした。ジョーラー買ったのに面白くねーって言われた。返品します返品しますじゃないよ。